漫画家の青山剛昌氏による作品であり、名探偵コナンなどで有名な作品群の一つである漫画、刃が、全く新しい内容でアニメ化されることが確定しました。このアニメの制作は、1994年にテレビアニメの最終話が放送されて以来、30年ぶりとなります。ビジュアルと特報映像も公開され、シナリオの全面監修を行う青山氏は、この刃を知っている人も知らない人も、ぜひ視聴してください。本当に素晴らしいですよ。とコメントしています。刃は、ジャングルで修行する侍野生児鉄馬が、日本に戻り、新たな修行の場でさらなる力を求めて挑むアクション活劇です。彼はライバルの鬼丸武士と出会い、伝説の魔剣を手にしたことから、壮大な旅路が始まります。この作品は、週刊少年サンデー、小学館で1988年から1993年まで連載され、全24巻の単行本は1700万部以上の売り上げを記録し、大変人気のある作品となりました。テレビアニメは1993年から1994年に放送されました。また、この作品は、名探偵コナンの連載が始まる1ヶ月ほど前まで連載されており、青山氏の代表作の一つとして知られています。今日8日に発売された週刊少年サンデー24号には、青山氏による書き下ろしのビジュアルポスターが掲載されました。主人公である鉄馬が雷神剣を手にした姿が中心で、作中で重要な役割を果たす様々な刀も書かれています。また、特報映像も期待をかき立てる内容となっています。この新作アニメに関しては、すでに声の収録が始まっており、キャストやスタッフの情報などは後日発表される予定です。視聴者のコメント、原作の途中であるかぐや編でアニメ版は終了してしまったため、ぜひ人間鬼丸との決着まで、そして織田信長御前試合編まで書いてほしいですね。私はコナンよりも刃の方が好きで、原作もアニメも大好きなので、特にアニメ版の続きを楽しみにしています。今度こそ原作のラストまで完走してほしいです。オリジナルはかぐや編で打ち切られてしまったので。そして、声優はどうなるのでしょうか。多分、一新されるでしょうが、オリジナル版の高山みなみさんと三石琴乃さんの演技は素晴らしかったですし、堀川亮さんの鬼丸もぴったりでした。この作品で高山さんが主演したことが、現在のコナンにつながっていると感じるので、主演でなくとも、何らかの形で高山さんには関わってほしいですね。青山剛昌の作品といえば、私は刃を思い浮かべます。それは少年誌における冒険漫画の模範とも言える内容で、雷神や風神、そして魔王剣などの剣や玉、必殺技が登場します。さらに、柳生十兵衛や沖田総司などのキャラクターもいます。すべてのエピソードが魅力的で、飽きることなく、最後まで心地よく読める漫画でした。ぜひ、読んでいない方にもおすすめしたいです。アニメも見てみたいですね。そうですね。実は、コナンよりも先に刃がありますよ。青山さんは、これも面白いし、息子にも見せたいな。楽しみです。ただ、この前プロフェッショナルを見たけど、青山さんはかなりハードなスケジュールをこなしているようですし、無理をせずに欲しいですね。元気にコナンを完結させて欲しいです。それにしても、最近は昔の漫画がアニメ化されることが増えていますね。刃は面白かったけれども、長期連載されていた作品のアニメ化なので、仕方ないことかもしれません。数年前にアニメ化されたカラクリサーカスや再アニメ化された牛音虎も、だいぶ内容がカットされました。だから刃も同じようになるのではないかと心配しています。少し前に再アニメ化された大の大冒険のように、きちんとやってほしいと願っています。
私はギリギリ昭和生まれであり、青山先生の作品といえばコナンよりも刃が好きです。平成版のアニメは原作途中で終わってしまったので、再アニメ化には期待しています。とても楽しみです。雑な表現かもしれませんが、青山先生にとって刃は鳥山先生のドクタースランプのような存在だと思っています。面白さの原点がそこにあります。楽しみです。全く関係ありませんが、サンデーの漫画である健一と美神の再アニメ化もお願いしたいです。生きるとは戦うことというオープニングテーマも、まさに刃の世界観にぴったりの名曲だった。そして、刀に弾を入れることで力が変化するというアイデアも斬新で、真似したくなるものだった。最近、うるせえやつらやるろけんなど、昔懐かしいアニメがリニューアルされているのを見ると嬉しくなる。声優さんも昔の方がいいなと思います。実際コナンと刃の声優さん、高山さんと堀内さんは同じなんですよね。刃は本当に好きだったな。雷神剣とか段ボールで作った思い出がある。刀に特性能力を使える弾をはめると変化するという、青山先生の考えるアイデアはすごいなと思います。龍神剣や覇王剣などデザインも素晴らしいし、刃は和の世界観なので海外からも注目が集まるかもしれませんね。続報が楽しみです。このニュースはアラフォー世代にとっては嬉しいものだ。コナンとは異なり、より伝統的な少年漫画向けの内容で、当時小学生だった私は興奮したものだった。特にアニメ化されなかったヤマタノオロチ編など、ぜひとも今の最新技術で見たい気持ちがある。雷神剣と風神剣という優れたデザイン、龍神剣を求めて様々なダマが登場し、次はどんな展開になるのかを想像するワクワク感、そして覇王剣と魔王剣の頂上決戦、これらは当時の少年心に深く刻まれた。コナンしか知らない世代の人も、意外にもあのキャラクターが刃に登場していたという事実を知って驚くかもしれない。最後までアニメ化されればの話だが、90年代初頭の週刊少年サンデーは、刃、乱魔二分の一、GS 美神、今日から俺は、牛音虎、帯をギュッとねなど、名作が揃っていた。まあ当時は週刊少年ジャンプもそれ以上の傑作が揃っていたが、子供の頃毎回テレビで楽しみにしていたのは、新しい弾を手に入れたり、それを剣に装着して敵を倒すシーンでした。その感覚はまるで RPG の宝箱を開ける時のようにワクワクしました。今私には当時の自分と同じ年齢の子供がいます。このリメイク版を一緒に見て楽しめるかどうか、当時とは違ったワクワクが込み上げます。